元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が6月4日にブログで東京ディズニーランドでファンからの写真撮影の頼みをすべて断った理由を明かし、理解を求めた。同日、夫である元プロレスラーでタレントの佐々木健介と結婚記念日を祝うために東京ディズニーランドでデートをした北斗、その内で撮影したツーショットなど仲睦まじげな写真とともに、これからも手に手を取り合って仲良くやっていきますと幸せそうに綴っている。園内では多くの人々から撮影を求められたという。北斗はこの仕事をしている上ではとてもありがたいことですと前置きした上で、夢の国にはたくさんの可愛い可愛いキャラクターがいます。そんな中でたくさんの人が私たちの周りに集まって写真を撮ることは、ディズニーランドで一生懸命働く皆さんに大変失礼になる行為になると思いますと自身の考えを示す。そのため撮影の依頼はすべて断ったそうだ。北斗は、夢の国ではキャラクター以外のものが目立つ行為は絶対によろしくないと思っています。写真を断られて腹が立った方もいるかと思いますが、どうぞご理解のほどよろしくお願いいたしますとファンに理解を求め、さらにできましたら目立つ仕事をされてる方々が夢の国におるのを見かけた時は、皆さんと同じく夢を見させてあげてくださいねと続けた。北斗の心遣いにネット上では、完璧な正論、これぞまさに気遣いに長けた大人の対応ですね。自分たちの都合だけでなく、縁の立場も考慮しての対応、素晴らしいよね、といった称賛の声が上がっている。